この掴まれた時にね、来るのね。だから掴まれた時にこうで感じて、そういうことをやってるんですけどね。したらこう関係ないの、関係ない、そういう感じ。それでこう自分が安定してる。でこう感じてる、感じてる、感じてないとやられちゃうから。で武道だからね、合気道って武道だから、いつもこういうこっちの手とかこの膝とかそういうの感じてるのね。こういう体でどっかで感じてるの、どっかで感じてて、それでこっち行きたいんだけど行けないから、こっち入ってるの、こっち。そして安定してるってことね。そういう形。じゃあ転換からやりましょう。待ってないのね。こうやって来るんだけど、待ってたらやられちゃうんだから。これ何やったってやられちゃうの。だから来た時には見せてんだけど、僕は安定してて武道だからね。安定しててこう来てんだけど、関係ないの、関係なくてボカってやるとか、そういう自分が安定してるってこと大事。こう傾いちゃったらダメなの、持たれちゃって、しかも傾いちゃってったら、ここと競い合ってたらね、やられちゃうんだから。だから来た時にはこういうふうに掴ませないの。そして自分が安定してるの。そしてこういうふうに、どっちでもいいよ、こういうところでやってないの。だから足が自由、足がこういうふうに来たら足が自由で、こういうふうに入ってきたっていう、足にスイッチしてんの。 手でやったらこうなっちゃう。こうやってやって、強いんだから彼はね、強いんだから。こう関係ないの、関係で足にスイッチしてんの。そういう感じね。で上の方と下の方やってんの。下の方はこう下、ただ下で、ここにこうやって落とそうと思ったら落ちないんだよね。どうやったって落ちないの。だからこうやってやって、自分が足がこういうふうに来ちゃったの。そしたら落ちてきたの。下なの。自分が安定してるってことね。じゃあやりましょう。待ったらやられちゃうの。僕はやられちゃうの。ああってここやったらやられちゃうの。もうやられちゃってんだから。だからここにいかに付き合わないかってことなの。パンってやられちゃってんの。だから自分が安定して、いかに付き合わない。それで初めはここに入ってるって言ったのね。ここに入って、縦に入ってるの。縦に。こういうふうに。それで自分が安定してるの。こういうふうに。自分が安定してる。安定してて、こう、感じてるの。そして自分の足。足が自由だから引いて、こういうふうに落としてきてる。で、ここと競ってないの。ここと競って、やられちゃうんだから。これ待ってんだから。やられちゃう。これ膝とかね。わーって、バキシャ。シャってやられちゃうんだよね。だからこういうふうに来た時パクンと持たれたら終わり。こうやって持たれたら終わり。だから一つ一つ言ってんだけど、最初はこういうふうにこう回ってきたら、それから回ってきたらほら待ってんだよね。回ってきたら待ってる。ほら待ってる。いくら落としてもダメ。落とそうとした瞬間に来ちゃう。だから縦に入るって、ここに首筋に入るの。首筋に入って、そしてここを感じてる。こう行くんだけど、こう首筋入ってきて、でくるりんって回ってんの。で円は小さい。円はこういうふうに回ってんだから、これだから円は小さいの。そしてここを感じてるの。そして足を引いてきたの。だからこう振り立ってる。戦いなんだからね。そういうことを忘れて、こういうふうに入ってきた、とかにやられちゃって、終わっちゃうんだよね。だからそういうふうにやってるんだよ。だから、ここにいかに付き合わない。ここに付き合った。やられちゃうんだよ。だから、こういうふうにパクンって来たら、もう、自分はちゃんと、自分は一歩先行って、自分が安定してる。
そして来るときにはね、こう来る、来たときには自分がこういうふうに入ってる、自分が安定してるっていうのが大事だから、まあそういうふうにやってほしいんだけど、まあ最初はしょうがないよね。まあしょうがない。で、待っててねって言ってからこういうふうにやってるのは、これは別の話。あの初心者の場合は待ってないとね、形わかんねえから。だから首筋だ。それから首筋ね、縦に入ってる。それから足をついてきてる。そして自分の中心に落としてきてる。そういうふうにやってんだよね。待っててもらってんの。待っててねって言って、これ攻撃来るんだけど、本当は来るんだけど、待っててもらって、それでこういうふうに、自分の、それでも自分の姿勢はちゃんとしてますよ。で、向こう見てますよ。ちゃんと見てる。そして安定してますよ。で、ここ感じてますよ。それからこういうふうに足を使ってこういうふうに落としてきてる。そういうふうにやってんだよね。だからみんなやってるのはこういうふうに やられちゃってんだからね。だから そういう話。それでいろいろ形があるので、こういうふうに来て掴まれたら終わり。だから掴まれないの、こういうふうに掴まれないの。それで資格もらってんの。そして足が自由だから、こういうふうに入ってる、こういうふうに落としてきてるって感じね。こういうふうに掴まれたら終わりなの。だから掴まれないの。そして足が自由、そういうふうにやってるので、こういうふうに来たんだけど掴まれないの。そしてこういうふうに入ってきて、こうね、こうまっすぐ出てきた、そういう形。じゃあ塩投げっていう形があるから、それでやってみましょう。こうやって資格もらったらね、足が自由な、足スイッチするっていうのはこういうふうに出てきてんだよね。出てきて、これ上げたら上がらないんだよ。これ上げないでいいよ。上げないで、こういうふうに僕に妨害したら上がらないんだよ。これ上がらないんだよ。だけど足がね、こういうふうに入ってきてるから上がるんだよ。自然と上がるの。彼が上げてくれたの。こうやってやったら上がらないの。足を止めてこうやって上げたら上がらないの。でも足が出てくるから上がるの、自然と。だから自然と彼のために上げろなんて一言も言ってないんだよね。資格もらって、それで足にスイッチしてこういうふうに入ってきただけ。自然と上がるの。みんなビデオとか見てるからね、上げるんだろうと思ってんだけど、上げてないんだから。上げてない、後ろ資格もらって入って、そしてこういうふうに自然と彼が上げてくれるの。いい位置くればここをこうやって上げたらダメなんだよ。で、まあそういう話ね。で、今度入り身投げて、入り身投げはこの後ろに来る、後ろからこう、そして起きてきたらこうやってやるの。今度は足、この足は自由だからスイッチして、資格もらった。そしたら自分の下に落とす時に待ってってこう来ちゃうんだよね。来ちゃうんだよね。だからここにいちゃまずいの。落とした時はいてもいいよ。落とした時はここに落とすんだけど、その時に足がこういうふうに入ってきて、それで後ろに入ってんの、後ろに。それでこういうふうに入ってる。それを引き倒そうと思うと倒れてるんだよ。強いんだからこれ。だから自分が後ろに入るだけ、こういうふうに資格もらったら後ろ入るので、歩いてきたら自然と倒れてきたの。倒れてきて待ってれば来るの、これ、こっちの手とかこの膝とか。だからこういうふうに来て後ろに入ってんの。そしだからこう起きてきた時にこういうふうに彼がやってんだからね。自分で倒してんじゃないんだから、彼が倒して、彼がこういうふうに後ろ入ってきたの。
そして通り抜けてきたら自然と、そうそう、待ってれば来るんだよ、こうやって、やーっと、あ、来るんだよ。だから、ここに入ってんの、ここに、ここに、そして、起きてきたら、こう、出してんだよ。そういう風にやってほしいんだよね。で、まあ、じゃあ、入り投げやりましょう、入り投げ。入り投げって形、通り抜けないと、こういう風に落としてんじゃないんだよ。通り抜けるんだよ、通り抜けるんだよ。こう資格もらったら通り抜けるんだよ。で、自分が通り抜けて安心なんだよ。こう安心なんだよ。で、離れてれば来ないんだよ、彼は。安心なの、安心で、こう引っかかってたからこういう風に来たの。そして起きてきたからこういう風に来たの。だから通り抜けるのが先なの。通り抜けるのが先っていうのはこういう風に通り抜けるの。それでさよならたら振り返ってきてボカってくるんだけどね。自分の姿勢が大事だって言ったのはそういうこと。通り抜けるのが大事なので、崩せなかったら崩さないでいいの。自分が安心でさよならって変な音が来たら、さよならって言ったら全然安心なんだよね。一歩踏んでこなきゃいけないの。その時には逃げてるっていうか、やべえなって変な音が来たよって逃げちゃってるんだよね。だからいいのね。だから来たからしょうがなくて倒してるんだから、しょうがなくて倒そうと思って倒してるんじゃないの。しょうがない、変な男が来て掴んできてボカって来るとか。だからね、こう掴まれないようにして後ろ通り過ぎてさよならね、さよならねって、そういう形にしたいの。だから それからやった方がいいかなと思って、あ、みんな崩そうと思って尻見ないかって、崩れないんだよ、ほら強いんだから。これ通り抜けてるから崩れるの、自然と何にもしないで。おお、いそういうことだからね。で、あの、まあ、通り抜けるのを先にやって、で安心、通り抜けて安心って、こういう形で安心だよって、そういうことを確認して、それから入り身投げやりましょう。で、最初は通り抜けるの、通り過ぎるだけ、こう投げに行かないの、通り過ぎてさよならねって、そういう形、彼女の後ろを通ってさよならねって、そういう形だけ。それから投げるのやりましょうって言ってんの。それで引っかかってる、まあね、こうと掴みに来て掴まれちゃったら終わり、こう来たんだから。だから掴まれないように通り抜けるの。そう振り返ってくるよね。そういう形にしてほしいんだよね。だ、そういう形でやって、そう通り抜けるだけ。遠目打ちが普通は入り身投げの形で、片手持ちはね、こう本当は入り身じゃないの、お振りかぶってきて打ってきますよって、その時に通り抜けてさよならっていうのが本当の形。そして振りかぶってきた時に入ってさよなら、こういう形。それでここの時にこういうふうにつながってるの、ここで通り抜けてくるんだよね。通り抜けてその時に落としてくるんです。その時に上げてくるんです。で、この腕でやらないで、腕でこういうふうにやらないで、足が自由だから足が入ってきて、こういうふうに足が入って、足でやってんの。こういうふうに投げていかないの。こう鉄の輪に来てとか言ってんだけど、鉄の輪だって、まあそういう、まあ、で上がってきた時にこういうふうに入ってるので、さよならなんだけど、ここつながってんの、ここで繋がってるからこういうふうに入ってきてる。そしてこういうふうにね、でこう近いの、相手と離れてるとこういうふうになっちゃうの、こういうふうに。だから近いので、足使うので、こういうふうに鉄の輪だとか言ってんだけど、まあ それも同じことなのね。足を使うってこと、足を使う、手のこう入ってきたらこうやってきて、手の力はこれで終わり、手でやらない、
手でこうやらない、で足の力が使ってるね、そういう形。じゃあ入り身投げをやってみよう。どうぞ。よりどころ作るとよバレちゃうから、こうやってね、こういうとこよりどころしないの。こういうふうに押してきたらバレちゃうの、彼女に。だからこうやって上がってきたら いないっていう時はよりどころを作ってないってこと。だからいかに競わないか、こうこの手と競ってんじゃないの。この手競わないでこういうふうに来てんだよね。こうやって競ってないの、競ってないの。そして後ろに入ったの、そしてこういうふうに上がったの。だから全然競ってないの。競ってこうやって競ってここの手と競い合ってないの。こうやって上がってきたらすぐ入って、そして競ってないの。競ってこの手はビューンって振り下ろしてくるんだよね、ここにね。振り下ろしてくるからここに競ってないの。そしてこういうふうに入ったの。ここ競ってたらダメ。その練習だからね。いかに競わないか、ここ競わないように入ってんの。そして資格もらったの。こっちでもいい、こっちでもいい、いいんだけど、何しろ資格もらったので、彼女は何にもできません、私は何にもできます、何でもできますっていうふうにしてるの。そしてこう来るんだよね、こう肘とかね、こっちの肘とかバーってこう来るとかね。で感づいてるの、感づいてるからこういうふうに足さばいてくればこういうふうにこういうふうにできるっていう、そういう形で、ね、だからここと競ってたらダメなのよ。ここは自分でやばいなって、こういうふうにやばいなって、こういうふうに競ってないの、競ってないの。そしてこういうふうに振り下ろして、そしてこういうふうに入ってきた。ただそれだけなんだよね。まあ競わない練習だから、こう競ってやってる癖がある人は競わないでこうね、それ練習、競わないでこういうふうに後ろ入ってこう、そういう練習をだからやった方がいいんですよね。で今度はこう上がってきたらこういうふうに一挙の形上がってきた時に遅れちゃったらこう来るよ。ああそうそう来るよ。遅れちゃったらだから遅れないの、上がってきたらもう入ってる。そういうことが大事。表は遅れちゃったらこれからできないんだから、できないんだから、彼女だってできない。でこれ強いんだから、だから上がってきたらこういうふうに入って、自分がやばいなって、そういう場所、そういう形ね、やばいなって、こうやばいなって。で本当はここで競わないでこれ捨てるで自分が入る、こういうふうに自分が入る、捨てて自分が入る、捨てて自分が入る、こういうふうに。そして見るとここに手があるよね。で手をこういうふうに持ってきて座る。そうそう一挙の形。だからこれは強いから。で彼女力抜いてずっと下がれば、おっと下がっちゃうんだよね。だからここ強いからこう捨てるで自分が入る。そしたらここ持ってるの。そしてこういうふうに下に落としてね、こうやって上がってきたら場所もらって、でこう下がってくる。これが表。だから遅れちゃったら裏ってのは
裏ってのは裏ってのは遅れちゃってこっち来るんだよね。ああそうそう、来る前にこういうふうに入ってる、そしてこういうふうに場所を作って、こういうふうに来ちゃって、ああ来ちゃった、でこういうふうに下、ただ自分がいなくなって下、そういう感じね。じゃあ一挙やりましょう。どうぞ座りで正面打ってきます。彼女はここ打ってきます。その時にここを捨てる、ここをまともにこういうふうに受けないで、ここを開けた瞬間に捨てる。そしてここね、ここをこういうふうにもらってくる。そしてこういうふうに足をついで下に落とす。上がってきた瞬間にこれを捨てる。捨てたくないんだけど、捨てた方が早いから、捨てた方が簡単だから、捨てるっていうのはこっち捨てるの。そして自分がこっち入るの。こっちっていうのは この線ね、この線。そしてこういうふうに入ってくるとこういうふうになるよね。そしたらへその前にあるから、これをこういうふうに出してくる。そしてこういうふうに伸ばしてくる。それでこういうふうにやってこう使う。これはこういうふうに上がってきた瞬間にこれは捨てて自分はこっちへ入る。こっちへ入るのはこういうふうに足をついでこういうふうに入る。そして次はこっちの足、そしてこういうふうに下げる。そして足をついでこうで表ね。それで裏の場合はこうに入る、こうに。で彼女はここに競い合うんじゃなくて、こういうふうに打ってきたらこういうふうに、こういうふうにこういうふうに行くときに自分が入る。そして裏まっすぐ落とすって形ね。ここで競わないでこう打たして、そして自分が下げる。打たせて競わないでここに下げてくる。そうするとこういう形。じゃあ表と裏、こうやばいなってこうにやってんの。じゃあ座っても同じなの。こうやってやったらやばいなってこう空切ったの。だから表でもいいや、表でもこうにやばいやばいってこうやばいや、ややばいってこうにやばいって、それからこうに入ってきたの。だからここと競ってないんだよ。こことこうやって競ってないんだよ。この手をコントロールしてないんだよ。やばいんだよ。やばいからこうふうに来て、それからこうふうに入ったの。こうふうに。だからやばいって、お前そこにいるからやられちゃうんだよって、ここ立ってたらやられちゃうんだよ、ここやられちゃうんだよ。だからいないので、転換なの。転換はこうふうに離れたら回ってくるんだから、そうやられちゃうんだよ。だから首筋入ってんの、こういうふうに。そして ずっと入ってきて、足が自由、そういう形なんだよね。だから常に、だからやばいなって思ってないとダメなの。俺は強えんだって思ってる人はいないと思うけど、俺は強えんだと思ってるとこういうふうにやっつけちゃうんだよね。だからやばいんだよ。だからこういうふうに来たんだよ、こういうふうに来たんだよ、やばいんだよ。だから基本的にやばいの。まあそういう話だね。じゃあこれこういうのもね、こういうのもやばいの、やばいの、やばいやばいって、やばい、いやここで競ったら競ったらやられちゃうんだよ。だからやばいんだよ。でやばいなってやってると、ほら受け、こういう受け、こう、そしてこう隙間にこういうふうに出てきたの、こういうふうにね。やばいんだよね。でビール飲むとかさ、頭かけとかさ、耳触れとかさ、
体側に近いの、体側に近くてこういうふうにこういうふうにこういうふうに体側に近いの。それで手でやってないの、体でやってんの。体が手でやってないの。こういうふうにビールだったらこうビール、それでビールでこういうふうに、ここは動いてないんだよね。ここは体側でやってんの。体側でこういうふうにこういうふうにやってないの、こうにやってないの。体側でやってんの。体側で。そういうことね。じゃあやりましょう。